来た。こんにちは。はい。さあ、巨人が新しく生まれ変わろうとしています。そうか。まあまあそうかな。いや、そうです。なんかそんな気がしてならないんですけど、どういうところ。例えばもちろんそうですけど、長野選手が、まあ、再び戻ってくる。そしてあの松田選手、あいつを取った。長野は良かったな、本当にな。戻ってこれたというのか、まあなんというか、はい、本当になんか今年一番ほっこりしたニュースだね。野球界の中で一番でした ね。 そうだね。だから、まあ、また巨人の長野が見れるというね、はい、まあ、それも楽しみもあるよね。あります、はい、でここに来てやっぱり巨人がそのいわゆるベテランを取ってきていると、はい、これによってやっぱ巨人はどう2023年変わっていくのかっていうのをちょっと豊さんに今日はお聞きしたいなと思ったんですけれども、まあ、あのベテランから学ぶことっていうのはすごく多くてね、はい、でやっぱりこう立ち姿、振る舞い、そういったこともすごく勉強になるよ、はい、この2人は、うん、やっぱ長野はやっぱジェントルマンだしさ、はい、ねえ、まずあの男の悪口聞いたことないよ。そうですね。でしょ、はい、いや、 やっぱね、それ大事なことだよ。やっぱ人間がやってることだから、うん、そういう人間性というのも問われるよ、うん、でましてやさ、プロ野球の中でいろんなね、今話題が沸騰してる中で、はい、やっぱ長野っていうのは本当にジェントルマンだし、あの振る舞いっていうのは見習う点はあるよね、若手は。ありますよね、うんうん、だからまあ例えば、はい、若手をね、飲みに連れて行く、うん、ね、ちゃんとタクシー代を渡して返してあげる、うん、ね、家に近い時は若手を先に下ろしてから自分が最後に帰る、うん、こんなベテランいないよ、うん、やっぱそれがね、やっぱね、ベテランが連れていく責任だと思う、飲みに連れていく、はい、でそういうことをやっぱ教えて、それが伝統になったら間違い起こんないから。そうですよね、うん、そのやっぱり規律とか当然なんか飲み屋のことばっかり言ってんだよね、長野の話では。いや、でもいろんな記事でもそうですけど、その飲み屋さんとか夜のお店でも悪い噂っていうの全く出てこないんですよ。これってすごいなって思っちゃいますけどね、まあ、これは言っていいのか悪いのか分かんないけど、はい、一緒の席になったんだよ。へー、ね、はい、で、まあ、共通の知り合いのマスターかなんかで、うんうん、ね、で飲んでて、じゃあもう帰るわ、お会計はって言ったら、まあ、長野が先に帰ってたんだけど、はい、いや長野さんが済ませてますって。って俺が先輩だよって逆だけど、まあ、そういうことは平気でできる人なんだ。気配りが半端ない、半端ないですね、うん、だからそういうのは野球においても一時が万事そうだと思うんだよ、はい、だからいい選手が帰ってきたなと思うよ。そうですね、うん、でトライアウト見た、はい、安倍が参加してる、うん、長野がスタンドにいるんだよ、お前。律儀というか、まあ、律儀というかね、うん、最後まで見届けるという、まあ、巨人がもうその時には決まってたんだけども、はい、やっぱりね、一緒に戦った人間を最後まで応援してあげるっていうのはさ、素敵じゃない。そうですね、うん、なんか本当に巨人がぐっとこう一つになる、なんか、まあそうだね、まあ、いや、あのね、やっぱりバッティングにしたって、走塁にしたって、守備にしたって、ものすごい参考になるよ、はい、うん、だからいい選手が帰ってきたなと思う。そうですね、うん、だグラウンド上でもグラウンドから離れても見習うべき模範となる選手は、そう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 、まあ、長野選手帰ってきた、はい、そして松田選手の加入です。松田はね、はい、ベテランだろうが若手だろうが声出すことはね、もう使命だぐらいに出すからね、はい、そう、本当にあのグラウンドに入って元気のようなやつは猿みたいな、うん、ね、そのぐらいもうはつらつと、その動きは若い時よりはもうかなり悪いよ。でももうこう見せ方だとか、そういうのはやっぱプロとして見習う面があるよね。そうですよね。だから武士は食わねえと高楊枝っていうタイプだよ、はい、ね、腹減ってても、俺はもう年取ってても、いやいや若手には負けねえぜみたいな、うん、そういうのを見せてくれる選手だよ。そうですね、うん、だから本当に力強い選手が入ってきたなと思うよね、うん、あと例えば試合で劣勢になっていても、この松田選手が声を出したりとか、また例えば熱そうってやることで何かこう、あ、こっからまたいけるとか、諦めないとか、うん、そういう勢いにもつながってくるような
ベテランが一番最初に諦めるんだけどね。本来はあ、そうなんですね。本来はね、だけどやっぱね、松田っていうのはやっぱ負けず嫌いだし、はい、いやまだ元気やりたいっていうのは、やっぱ鼻っ柱が強いからそういう気になってんだよね、はい、だからそれ考えるとやっぱもう諦める男じゃないし、うん、だからすごく俺は期待してるけどね。そうですよね、うん、でこの2選手が入ってくることによって、まあ、あとは、中島選手もいますけれども、そのあたりが一番の、まあ、ベテランというか年長者になってくるということですね。でもさ、中地の代打の使われ方、はい、ここでっていうところで使ってくるじゃない、はい、やっぱね、年取っててもやっぱ技術があるから、うん、中地も含めてね、長野、はい、松田、中地って、はい、この右は右左関係ないから。そうですよね、打ってきますからね。だからこれはね、ちょっと嫌だよ。そうですね、左ピッチャーが出しにくくなる。ああ、相手チームが、うん、しかもこの3選手がベンチに控えてるっていうのは嫌ですね。そしてさらにまだ水戸黄門みたいな、水戸黄門3人いるみたいな、助さん、角さんみたいな、あ、従えて、うん、もう従えて嫌ですよ、厚みが出ますね。まあまあ確かにな、うん、はい、でこれによって例えば中軸だったり、今キャプテンやってる坂本選手だったりも、やっぱりなんかこの身の引き締めが重い。あの坂本の隼人の寄り所ができたよね。はい、例えば今まではもう一人でやらなきゃいけないとか煮詰まるところってあったと思うんだけど、はい、まあ、長野が帰ってくる、松田が入ってくる、うん、ね、話しやすい2人だと思うよ、はい、悩み事をこう相談したりだとかさ、できるっていうのはまた人がいいがね、長野も松田も自分のことのように考えてくれるから。いや本当そうだと思いますよ。いや本当だから、それはね、坂本の寄り所ができたっていうところから考えると、はい、もう本当にあのいろんな方面でプラスになると思う、うん、でも将来はもうあれだからね、首脳陣だから。あ、長野選手も松田も、お、あ、巨人の、うん、になってくると思うよ。まあでもそうですね、指導者としてもやっぱ人を育てるっていうのは、人が良くないと育たないよ、人も、はい、うん、だからそういう面では2人、うん、いい選手育てると思うよ。おお、だこの2選手が入ってきたことで、技術面だけじゃなくて精神面ももちろんそうですし、まあ、坂本選手の心の拠り所、あとは若手の選手にとってもう見本だよ。特に例えばどういう生きた教材だよ。そうですね、うん、特にどういった選手が見習うべきであったりとか、成長していきそうですかね、この2選手加入によって。まあ、浅野は、はい、俺なんかどっかの動画で言ったと思うけど、浅野はどういうタイプですかねって言うから、いやーそうだなーって感じ。あ、そうだ、長野がいたわと思って、長野みたいな選手になる言ってましたね。出塁率は高い、首位打者を取る、最多安打を取る、はい、まあ、こういうバッターだよね。だからもう長野に預けたら、はい、本当にもう間違い起こさない飲み行ってもタクシー代払ってこれで買いなさいみたいな、はい、もう教えてあげても、ミスターパーフェクトになりますね。でもまだダメだよ、18歳だからね。あ、そうですね、そうですね、うん、いやだからやっぱ長野と話をさせたいだと。昔はね、はい、キャンプ行った時にベテランと若手だったんだよ。あ、そうなんですか。今大体一人部屋だと思うんだけど、はい、いや長野と寝泊まりさせてやりたいな、浅野はな、本当に見本になる選手だから、もう一から教えてもらうっていうところ、ね、そうだね。あ、じゃあ長野選手、やっぱ浅野選手とセットだといい選手になっていく、うん、じゃあ松田選手だと今度どういった選手を。そうだな、まあ湯浅とか、湯浅選手、うんうん、そうだな、北村。あ、北村選手、うん、タイプ的には。で北村アジアでしょ、はい、あの松田の後輩になるんだよ、はい、ガンガンやられるもういやいや、北村声がないじゃないかって、うん、北村とか言ってボール回し出すよ回し出すんですね、うん、声出せーって。お、いいですね、声出しをまず。そうそう、うん、何かあったら北村松田選手の隣に常に北村選手いるかもしれないですしね。北村どこいなはいとか言って、多分北村は一番声を出さされるそうでしょうね、キャンプで。同じ大学だから、うん、だけどそのぐらいやっぱりこう活性化していかないとさ、うん、体の中から、はい、ね、そしたらやっぱり力も奮い立つっていうかね、うん、まあ、そんな感じがするし。松田選手のタイプってその巨人にいなかった最近タイプですもんね。そうやって声出して明るくしてっていう。全くな。中畑さんからいなかったぐらいですか。中畑さんって声を出すっていうより動きが元気あったよね。
動きの、うん、まあ声っていうのも出してたと思うけど、はい、だ動きというかはつらつさがあったんだよ。あ、うん、じゃあまたマッチとはちょっと違う。いやマッチもまあ似たような感じだけど、うん、まあ、マッチはそれ以上に声出すからね、うんうん、だから楽しみだよね。いやそうですよね、うん、東京ドームにセミがいるって言われてうるせえなと思って誰だみたいなマッチじゃないか。でもそのぐらいね、なんか活気づいてくれるといいですよね。まあそうだね。いやでもどうですか、豊さん、来年の巨人、うん、このベテランの選手2名のこの加入によって順位っていうのも、これはこの2人が入ったからって順位がどうのこうのになるっていうことはないと思う、うん、そこはまだ。いやそれはもう代打でね、はい、全員が3割打ったとかさ、うん、そうなってくると、まあ、勝負どころで出てくる選手たちばっかりだから、はい、それはやっぱりそれなりの成績は上がってると思うけども、やっぱりなんつっても巨人が上に行くにはピッチャーだよ。あ、そこなんだ。やっぱそこだよ、うん、若手のピッチャーたちがどのぐらい活躍してくれるか、うん、今年タイタマネがどれだけ花を咲かせるか、はい、まあ、そこだよね。あ、そこなんですね、うん、だから長野とか松田とかは支えるというか、はい、精神的な支柱だよね、はい、おい行こうぜみたいな、うん、ね、まあ、長野でもこっち来い、ね、どうした言ってみろみたいな、うん、そんな感じだと思うよ、うんうん、だから戦力というよりもなんかなんて言ったらいいんだろうな、うん、選手、まあ、選手の力ももちろんあるよ、はい、あるけどもそれ以上の副産物を持ってる選手たちだよね、うん、そう、精神的支柱だったり一つにまとまる、うん、そうだね、何かそうだね、ですよね、うん、だ羊飼いみたいなもんだ。あ、なんかこう離れていくことはちょっとみんなパーッと寄ってくるっていう、そういうタイプかな。そうですね、うん、いやだからこの原監督だったりが今この巨人に何が必要かっていうところでこの2名の選手をやっぱり欲しいっていうふうに思ってきて、まあそうだね、っていうことですね、うん、やっぱねまだ使える選手たちだから、はい、十分にね、はい、だからその活躍をまあ期待したいよね、うん、そうですね、はい。